物価高の中、スーパーなどで販売される正月向けおせちの平均価格が、前の年より1100円余り値上がりしたことが分かりました。民間の調査会社、帝国データバンクによりますと、スーパーや百貨店など110社で販売されるおせちの平均価格は26,619円で、前の年に比べ1,158円、4.5%値上がりしました。 原材料の数の子や輸入位整備の価格が高止まりし、洋風おせちの定番、ローストビーフに使う牛もも肉や輸入サーモンの高騰も続きました。ホタテやイクラなど一部の海産物の価格が落ち着いたことで、値段が据え置かれた商品も多かったとしています。